今までありがとうアルナ。ごめんね。これでお別れかな。元気でね。ま、待ってください。お別れだなんてそんな。先生どうなっちゃうんですか先生が。先生お疲れ様です。ムービンです。今回もブルーアーカイブのゲーム実況やっていきましょう。前回のパートは、4章のイベント。プレナパテス決戦をクリアいたしました。まあ、プレナパテスさんというね、まあ、今まで、まあ、プレナパテスぶっ潰すわみたいなこと言ってたんですけど、まあ、正体はね、あの別世界線の先生でしたというのと、先生がね、シロコちゃん、闇落ちしたというか、正確には利用されちゃったところもあるんですけど、無名の死体たちに、まあ、反転させられちゃった、恐怖になっちゃったシロコちゃんを助けるために、こっちの世界に実は連れてきてたんだよっていうのと託されたんだよというのが分かりました。脱出シーケンス残り1回を反転してしまった、恐怖のアヌビスバージョンシロコちゃんに使ってしまったので先生の脱出シーケンスがなくなりました。今回どうなるんでしょう。まあ、プレナパテスさんが助けてくれるのかな、分かんないけど、アロナちゃんが助けてくれるかもしれないけど、分かんないけど、やっていこうと思います。とりあえず7話ですね。同じ状況同じ選択というパートでございます。とうとうブラーカ実況もラストが近いでございます。はいラストが近いでございますっていう、なんやねんって話なんだけど、はい、私ムービンのブラーカイブ実況は、最終編で終了するということは別の動画だったりツイッターだったりでこう告知させていただいておりますので、もう終わりが近いのかなと思って悲しい気持ちもあるんですけれども、最後までお付き合いしていただければ幸いでございます。というわけでアロナちゃんのセリフからですね。先生自分用のシーケンスをシロコさんに。それじゃあ先生は、先生の体ではこのコードからはダメです先生。まあ、そうだよな。ああ残り0回だ。どうする。ああプレナパテスさん、くそ無名の死体許せねえ。あ、アロナちゃん。え、なんで？私は間違っていたのでしょうか？先生の願いは違っていたのでしょうか？何に対して？え、こっちの世界で、こっちの世界の先生や生徒たちと対立することで、シロコちゃんは間違ってないんだよっていう証明するためにこっち来たんだから、別にそれに協力してくれたアロナちゃんは正しいんじゃないの？理解不可能。ならばなぜ先生は箱舟を通じてここに来たのですか？何に対して疑問を持ってんだ？アロナちゃんはあれなのかな？この世界を終焉に導くために頑張ってたんだけど、先生の本当の意図が違ったから、私間違ってたのかなって思ったってことかな？それは、もしかすると。でも、この戦いがあったから、今バンバン移り変わってる戦いがあったから、諦めない心みたいなものを、あっちの世界に、あっちの世界に？あっちの世界のシロコちゃんに教えたんじゃないのかな？先生は信じていたのですか？この結末に至った、自身がやり遂げられなかったことを、この結末を避けた自身なら、やり遂げられると。あ、そこまで見越してたってことか。確かにあっちの世界って多分フォース PV のことを言ってんだろうな。フォース PV ってさ、なんかバッドエンドっぽい映像と、なんかトゥルーエンドっぽい映像が流れるよみたいなことを僕言ったけど、あのバッドエンドの世界があったってことでしょ？だからそれを経験したのが、プレナパテス先生なわけだよ。だから、この世界の自分が、その乗り越えた先生自分自身だってことを理解してたのかな。例えばエデン条約で失敗してた、失敗してね、花子さんがちょっと闇落ちっぽくなっちゃってたり、あずささんが多分誰かを殺してたりみたいな世界というか情景というのがフォース PV で見て取れるけど、あれは全部プレナパテス先生が
経験していることなのだとしたら、先生からしたらこっちの世界の先生、自分自身だったら、あの各選択をミスらずというか、あの正しく問題を鎮圧してきてたから、解決してきてたから、それだったら託せるって思ったのかな。今ロナちゃんが言ってくれてるけど、この結末を避けた自身ならやり遂げられると、自分ならもう一人の自分に託したのかな。同じ状況で同じ選択を取ると、同じ状況で同じ選択を取る。いいえ、このまま諦めることはできません。先生を助けます。システムの箱の OS であるアロナが先生を助けます。今まで何度も奇跡を起こして先生を守ってきました。これくらい、これくらい私の力でなんとかワンチャンいけるんじゃね。なんか銃弾避けられるし、なんかこの世界に干渉できる感あるじゃん。なんかこの世界のあらゆることに干渉できる感あるじゃん、アロナちゃん。であれば先生がこの7万5000メートルから飛び降りたとしても、その物理法則をねじ曲げれば帰れるくね。ワンチャン、わかんないけど、どういう能力か知らん。あ、なんか晴れた。ん？こっち暗くなった。ん？なんで明るくなったり暗くなったりしてるの？なんか干渉してんのか世界に。ゲホ。大丈夫か、アロナちゃん。アロナちゃん側の負荷がきついのかな。あ、爆発から守ってくれたんだ。なんとか爆発からは守れましたが。ダメ。墜落スピードが変わりません。そうか、先生が落ちてくる速度が変わらんと。どうして？私の力が足りない。あ、アロナちゃんも大変や。無理なの。力を使いすぎた。ウトナピスティムで受けたダメージと箱舟の演算で。いえ、それくらいではスーパーアロナは。ダメ。ここは先生が生存できる高度じゃありません。早く、早くなんとかしないと。先生。そっか、呼吸しただけでまずいみたいなこと言わなかったかな。もう大丈夫だよ、アロナ。私の代わりにあの子に手を差し伸べてあげて。誰？あの子って。あの白子ちゃんのこと言ってる？先生。今までありがとう、アロナ。ごめんね。これでお別れかな。元気でね。待ってください。お別れだなんてそんな。先生。どうなっちゃうんですか？先生が。先生。このアロナちゃんが協力してくれるとかない？あの、自分の先生 を信じた先生なわけじゃん。なんて言うんだろう。プレナパテスさんが、まあ、このアロナちゃんの主ではあるんだけど、その人が信じたもう一人の自分だから、助けてくれたりしないから、このアロナちゃん。ナラムシンの玉座が崩壊しました。私もそう遠からず。あ、この助けてあげてって、この子を助けてあげてって言ったってこと？最後に先生は。おい先生、最後の最後まで、生徒ファーストやん。ほんと自分のこと眼中にないよね。この、もう一人のこの黒いアロナちゃんも生徒と認識してるってことだよね、きっとね。だから、この子を助けてあげてって最後、こっちのアロナちゃんに言ったってことだよね。ここは？よかったです。システムの箱の OS データをここに転送できました。私をここに？どうして？理解不可能。なぜ私を助けたのですか？私はあなたの敵であるはず。先生が助けてくれって言ったから？理解。今までそうだったように、先生は白子を助けた。先生は私のことも助けるべき生徒と考えたのですね。質問。先生はどこに？先生は。理解。状況分析。状況を確認。なるほど。先生は今。落下してる？大丈夫そう？な、呼吸しただけでなんか肺が凍るみたいなこと言ってなかったっけ？あの、かよこちゃんが。はい。先生は助けようとしましたが。流れ星になっとる！先生が！死ぬ！笑い事じゃないけど、このままじゃ死ぬ！あ、泣いてるよ、アロナちゃん。私は力不足で。別の方法も探せなくて。
もう一人の自分がいるよ。状況確認、方法リサーチ。いけないか？システムの箱、アロナ。これより先生の保護に行こう。強制干渉を始めます。今なんと？もう一人のアロナちゃんなら、いけないか？これは？私が力になります、アロナ。激アツい。別世界のアロナちゃんと、こっちの世界のアロナちゃんが協力して。わ、めっちゃいい CG やん、これ。二人とも先生が好きだからな。あります。お、ボイスだ。ちょっとちっちゃいかな、ボイスが。方法はありますって言ってたね。今からあなたと私の力を合わせ奇跡を起こします。奇跡、奇跡。お、すげえなこの CG。 そうすればこっちも見たいな。先生を無事地上に送り届けることができるでしょう。ちょっとクールなんだね、こっちのアロナちゃんは。目もキリッとしててちょっと違うよね。アロナ、手ですか？手で触れろと。はい。私を信じてくれますか？いや、信じてくれるでしょう。こっちのアロナちゃんも。はい。先生があなたを信じましたから、私も信じます。でも不思議な感じやな。別世界のアロナちゃんが協力し合って。まあ、ある種先生も別世界の先生と協力してシロコちゃんを助けたみたいな感じだもんな。今度はアロナちゃん同士が協力して先生を助ける番という対比、激アツいですね。始めましょう。あなたと私、私たちの奇跡を。どうなる？うわ、美しい、美しい。先生もな、一番頑張ったのが先生だから、やっぱ先生も救われてほしいよなと思いますね、プレイヤーからすると。さあ、奇跡は起こるのか？どうだ？いや、待てー！待て待て待て。待て待て。ちょ、エンディング的な映像流れてくる。早い。まだ終わってない。まだ終わってないよ、僕の中では。はい。全然終わってないけど。もうボロボロやね。アトラハシースの箱舟だろう、これ。あ、7万5000メートル、ほぼ宇宙やん。あ、なんか上昇してたっつってたな、さっき。これ先生。流れ星になっとる。え？何話せばいいこの間。はい。どうなるんでしょうね。残り何話あるかわかんないので、エンディングトークをしていいのか、ちょっと果たしてよくわかんないんですけど、私ムービンの、ブルーアーカイブ、下心で始めるブルーアーカイブって確かタイトルで始めたと思うんですけど、まあ、なんとなくタイトルついてた方がいいかなと思って、適当にぶっちゃけタイトルをつけました。自分から多分下心で始めるブルーアーカイブやっていきましょうと言ったことは多分実況の中で一度もなかったかなと思います。まあ、最初はね、下心で始めました。女の子可愛いなと思って、はい。まあ、リアルの友人から勧められて始めたんですけど、まあ、僕ってギャルゲ実況を歌ってるので、ギャルゲ好きだったらブラーカイブやるべきだよっていう風に言われたんで、ソーシャルゲームの実況ってあんま今までしたことなかったんですけど、今回始めたというのが経緯でございます。で、私ムービーにですね、別の動画等で言っているんですけれども、9月の30日2023年度の、ね、年度ではないか2023年の9月30日に動画活動を休止いたします。その影響もあり、実況動画としては9月30日以降も投稿されるんですけれども、9月30日までに収録したものを動画編集して、それ以降もアップロードするということなので、この動画ブラーカイブ結構ため撮りが多いので、おそらく動画活動としてはもう終了した以降の投稿となっていると思います。都合としては別動画でも言ってるんですけど、私ムービンですね、子供が生まれましたという、生まれましたというか子供が生まれます。はい。この時点だとまだ生まれてないです、収録してる時点だと。なので、今回ですね、ソーシャルゲームなんでブルーアーカイブは今後も続いていくコンテンツだと思います。実際、
まだ僕見てないんですけど、 4.5 PV、 これ読み方わかんないね、あの 4.5 PV とかあったり、今後もソーシャルゲームなんで続いてはいくんですよ。なんですけど、私ムービンの動画活動としては、この、ブラカイブ実況としては最終編までをプレイさせていただくということで、ここで区切りとなります。長期シリーズでした。はい、多分今まで実況していたゲーム実況の中で一番実況時間が長いということで、あの実況のパート数だけなら他のシリーズの方が長いんですけど、1動画1時間から1時間半ぐらいかけて収録しているので、あのとても長いシリーズとなりました。動画時間換算するとね、あのお付き合いいただきありがとうございます。でブラアーカイブから知ってくれた方が多いですね。あのチャンネル登録者数の伸びとかを見ると、あのブラアーカイブから入ってくれた方も多いなと思っていて、僕5年間くらい活動はしてるんですけど、あーなんか今違う色で光った、アロナちゃんとあのアロナちゃんが協力してるって演出なのかな、色が2つ違うね。はい、すいません、映像のこと全然触れずに申し訳ないですね。あの最近ね知ってくれた方には、あのブラアーカイブまだまだ続くのに、あの休止してしまうということで、あの大変悲しい思いをしている方もいるとは思うんですけれども、あの僕としてはあのブラアーカイブやれてよかったなと思います、心から。もちろんイベントもね全部実況できてなかったりするので、モモトークもまだまだできてないあのモモトークあるんですけど、そこは申し訳ないです。あ、皆さんの手でねプレイしていただきたいと思います。でやっぱブラアーカイブはその後もあの私個人で裏でプレイしていくので、あの要はまた実況動画を撮ることは残念ながらないと思います。あのプレイしちゃうので、僕って基本初見プレイであの実況させていただいてるので、あのツイッターとかでね、あのむしろ今後ギャーギャー言ってると思います。あー、シロコちゃんも脱出できたんだね、ちゃんとね。じゃこの世界のどっかにはいるってことか。あ、そろそろ月荘先生が地上に。はい、というわけでね、エンディングトークもしていたんですけれども、ね、これ以降のストーリー、この最終編以降のストーリーは皆様の手でブラアーカイブぜひ初めてプレイしていただけるようお願いいたします。はい、ね、いい曲だったのに、みんな聴きたかったのに僕の喋りばっかだった。まあ曲聴きたい人は検索してYouTube とかに多分上がってるわこれ。はい、というわけでネクソン、ヨースター、真ん中のところなんだろう、あのちょっと多分ガビってるのは僕の FPS 値とかのもの、 FPS じゃないかな、画質レベルをちょっとカクカクにならないように下げてる問題かな。はい、でよくよく考えたらエンディングトークしたんだけど、これめっちゃ続くやん、全然続きますけども、あまねく季節の撮影やっていきましょう。はい、あの時間的にもまだ20分ぐらいなんでね、普通にやります。はい、めっちゃ終わる感出しといて何って言われそうだけど、やるわ、ごめんね。うん、まあ、最終編までで申し訳ないけどね。うん、だから先生、おどうか、これは生徒会長だ。この絆を私たちとの思い出、 BGM 下げたけど、それでもやっぱ声ちっちゃいかもね、ごめんなさい。そこはどうか、うん、あー、連邦生徒会長、覚えていてください、経験ではなく選択が大切だと。ですから、この人はどうなったん、マジで。先生、あ、帰ってきたのか先生。アロナちゃんのおかげで帰ってきました。私たちの全ての奇跡が、だから奇跡の始発点なのかな。この連邦生徒会長は、連邦生徒会長を救うって展開があるのかな、今後。失踪してるから分かんないからさ、それが、あ、リン先輩が言ってたやつだ。リン行政官か、正確には。理解できないものを通じて互いを理解、互いの理解を得ることができる方法。先生いつもありがとうって鶴折ってる。これ誰だろう、鶴折ってんの。
あれさ、プレナパテスさんがさ、プレナパテスさんのさ、仮面っていうのかな、あれ多分仮面なんだと思うんだけど、あれが落ちてるところにも鶴あったくない？なんか鶴見た気がすんだよな。誰のなんだろう、あれ。あれシロコちゃんのなのかな。よかった。あ、アロナちゃんの所属がシッテムの箱になってる。はい、先生は無事、生徒たちの元に帰りました。これアロナちゃんなんて呼べばいいの、このアロナちゃんは。かぶるんやけど。頑張りましたね。これで私も最後に先生を助けることができました。私の役割はここまでです、アロナ。え、消えるんかお前。なんで消えようとするん。色ってシステムの箱にずっと、私がここに居続けたらあなたに負担がかかります。負担がかかるんだ。さあ、光さす暖かい場所、教室に戻ってください。あー、それがやっぱシステムの箱の中のことを言ってるんだ。あれがもうなんて言ってんの、シロコちゃんに壊されちゃったから、アヌビスシロコちゃんに壊されちゃったから、教室がないみたいなこと言ってたよね、このアロナちゃんね。それではさようなら。行かないでくれアロナちゃん。あ、去ろうとしてる。まあ同時にはいらんないのかな。あー、シロコちゃん。でも今いるのはなんでだろう。なんでだろうって言ったのが、アトラハシースの箱舟がさ、状態の共存っていうのをしてたから、シロコちゃんが同時に世界にいらんないから、最初こっちの世界のシロコちゃんを拉致ってたみたいな経緯があったじゃないですか。でも今この世界キボトスのそのアトラハシースの外側に今このシロコちゃんはいるよね。今状態の共存はこの世界で行われてないはずなと思うんだけど、なんでいられるんだろうってちょっと思ったな。アロナちゃんが今去ろうとしてたのはそれが理由なのかなってちょっと思ったんだけど、状態の共存はこのキボトス内の話じゃなくて、さっきのアトラハシースの箱舟内での話だから、このまま居続けるとなんか良くないことが起きるのかなって勝手に僕は思ってるから、そうするとでもこのままシロコちゃんが結局この世界にせっかく来れたのに消されちゃったらね、救われないよね、シロコちゃんね。おーおーおおおお、シロコちゃん、シロコちゃん出てきた。ついてきてたんだ。うん、そっか。私がここにいたら大きな歪みができてしまう。シロコはこの世界に一人だけしか存在できない。マフラー、このマフラーはあげられない。大切なものだから。ネモ。代わりにこれをあげる。なんだ？それは見覚えがある。大事なものでしょ。それを私に。なんだ？何をあげるんだ？どうして私に？私にとって。マフラーと同じくらい大切。対策委員会のみんなとつながっている証であり、みんなとの思い出が詰まった大切なものだけど。あげる。どうして？うん、それがいい気がしたから。ちょっとおもろいやん。でも、これで顔隠せば、シロコちゃんじゃなくなる、もしかして。そんな甘くない？キボトス。そんな甘くないか。そんな甘くないよな。わかんねえけど。まあ、顔隠せば、要はシロコちゃんじゃなくなればいいんでしょ。状態の共存をするためには、シロコちゃんじゃなくなればいいもんね。覆面かぶろっか。これ出てくるぞ、今後のストーリーで。でも大切なものだよね。ちょっと今笑っちゃったけどさ、みんなと一緒に、銀行強盗するぞっつって作ったものだから、すごく大切なものだよね、シロコちゃんにとっては。すごく大切なものなのに。うん、これがあればどんな銀行だって襲える。うん、わかるよ、私もよくやってたから。
そっか、そうだよね。自分自身なんだもんな。マスカ、これをこんなところで目にするなんて思わなかった。星野先輩、野々美、セリカ、アヤネ、みんなと一緒に暗黒銀行に、連邦生徒会の秘密金庫、大切な思い出たち。秘密金庫それはした覚えはないみたいなそれまだ私経験してないなみたいな。やっぱちょっと時間軸的にずれてんだろうな。ありがとう、大切にするね。それか別の選択をしてる可能性があるから、こっちの世界のシロコちゃんが経験しないことを経験してる可能性はあるよね。うん、ありがとう。それかぶってれば状態の共存ができるかもな。いや、シロコじゃないけどっつって。その心配しないで、ここはきっとシロコが二人いても大丈夫だと思う。大丈夫なの？状態の共存云々は大丈夫なの？なんか頑張るか、なんか起きたらなんか起きそうだけどなんか起きたらその時やればいいかみたいな。それで何か問題が起きたとしても、きっと先生が何とかしてくれる。先生が、うん、ここは先生が守ってくれる場所だから。いつか一緒に銀行を襲、いや、ツーリングにでも行こう。銀行はダメ、星野先輩に怒られちゃう。うん、そうだね。それじゃ元気でね。どこに行くんやろう。これでアリウスとかと一緒に行動してたらめちゃめちゃ笑う、僕は。これでアリウスとか、あのベンディア68とかと一緒に行動してたらめちゃめちゃ笑う、僕は。ここは空っぽで冷たくて静かだけど、進んでいけばいつかきっと果てにたどり着くことが。そうすれば私にもいつか訪れると信じて。どこに歩いていこうとしてるんだろう、こっちのアロナちゃんは。ん？流れ変わったぞ。ちょっと待った、どこに行くんですか。いやほら、状態の共存がさみたいな。でもなんかシロコちゃんどうにかなるんだったら、アロナちゃんもどうにかなるくない？いつの間に。そっちはうちじゃありません。共存できんのかな、システムの箱内で。え？お家はこっちですよ、一緒に行きましょう。私とあなたが。そうです、一緒にお家に帰るんですよ。私がここにいてもいいのでしょうか。いや、いいよ少なくてもプレイヤー視点の僕はいいと思うけど、逆に、いや当たり前じゃないですか、大丈夫です。先生が言ってたじゃないですか、みんなをよろしくと。ああ、確かに生徒みんなをよろしくって言ってた、プレナパテス先生。プラナちゃん、プレナパテスのアロナちゃんだからプラナちゃんを世話するのが私の役目です。プラナ名前を、名前なんか、なんとかには結構名付けについては大事な側面があったよね。そのキーのことをケイちゃんと呼ぶことで、キーである責務を外すみたいな意味合いを持たせたりしたじゃないですか。だからアロナじゃなくてプラナになることで、新たな、なんだろうな、新たな存在としてこの世界に定義をするみたいな感じなのかな。アロナと呼び続けるわけにはいきません。これから一緒にいるんだから、先生が間違えないようにしないと。確かに。でもなんでプラナ、プレナパテスさんのアロナさんだからじゃないですか。別の意味があるのか。私が今名付けました。なんだか夜空に光る星みたいというか、ちょっと寂しいような儚いような、そんな雰囲気がありますので。プラナってなんだろうね。プレナパテスさんのアロナちゃんだからプラナって名付けたのかなと思ったんだけど、なんか星の名前とかだったりするのかな。あ、プラネタリウムみたいから来てるんだ。なのでこれからはプラネタリウムみたいに周りを温かい光で照らしてくれたらと思ってプラナにしてみました。どうでしょうか。嫌ではないですが。ああ、プレナパテスのアロナって意味じゃないんだって
思ってんじゃない、僕と同じことを思ってんじゃない、そんなことないから。じゃあプラナちゃんで決定です。お、名前変わった、決まりですね。じゃあ一緒にシステムの箱にいてください。あら可愛い。そう、居場所をね与えてあげないとだよな。先生は多分死んでしまっているからこの世界にいることは無理だもんな。それに託されたしな、生徒を。はい、プラナちゃん一緒に帰りましょう。帰ろう。まあプラナちゃんは今回死んでしまったというか、アトラハシースの箱舟内にいた先生のことが好きだと思うけどね。手を取るべきでしょうか。もちろん迷子になってはいけませんからね。私がお姉ちゃんとしてプラナちゃんを守ります。どっちかというとこっちの方がお姉ちゃんっぽいよな。お姉ちゃんなんですね。こっちの世界では先輩やからな、うん、おもろいな。普通逆っぽい感じの性格なんだけどな。ではよろしくお願いします、アロナ先輩。先輩呼びなんだ。 お姉ちゃんはお姉ちゃんって呼ばれたいんだ。先輩です、アロナ先輩。うー、共存するという選択だな。こう見ると全然違えな、服とか。まあ似てはいるんだけど、コート羽織ってたり意外と違うな。家に帰るんですか。はい、私たちの帰る場所であり、私たちの物語が始まる場所、ブルーアーカイブに。そして連邦生徒会長だ、これ。おお、これで完全に終了か。いや全然、あ、まだあった気がするけど、ごめん、 まだ話数あった気がするけど、あわねく奇跡の始発点としては終了だということですね。はい、ピロクかっこワン。結構ここ長いかしら、どうだろう、区切った方が良かったりするのか。どこまであんだ。あ、11話までなんだこれ。あれ、あ、まだわかんないか。ん、なんか2個ぐらい先まで出なかったっけ。これからプレイする先の2個ぐらい先まで出なかったっけな。あ、いや、いいのか。いいのかっていうか、まだわかんないか。これエピローグや、カッコ1やって10の後が出なければ、これ以上話数がないって意味なのか。見ていきましょう。エピローグはカッコ1ですね。はい。ザッテン。とりあえず世界救ったでって感じだと思うんですけれども、どうでしょうか。似合わねえヘルメット。クソ似合わねえって。これリンさんだよね、多分リンさんとアユムさんだよね。クソ似合わねえヘルメット。立て直してるんだ。サンクティムタワーぶっ壊されたけど、サンクティムタワーと同等のものを作ることは可能なのか。キボトスの生徒の皆さん、おはようございます。クロノス報道部のカワルシノンです。本日は復旧作業が行われている DU 白鳥区に来ております。あちらに見えるのが現在復旧作業中の建物です。白鳥区は巨大ロボットと怪獣の激戦地だったってことかな。笑わせんなって。いや、そうなんだけど、そうなんやけど、あれでしょ、ペロロジラ VS 回転 FX マークインフィニティだよね。おもろかったなあれ。キボトスでも特に、甚大な被害を受けた地域となりました。ですがご覧ください、すでに活気あふれる姿に生まれ変わっています。やはり都市には再開発がつきものなのでしょうか。連邦生徒会の財務室長沖青石は、今は町の復旧が最優先という言葉とともに緊急復興支援金を承認、および統括室の行政官による執行を許可したとのことです。青石さんとも仲直りした感じかな。七神臨死の、なんだっけ、門跡、読み方わかんねえな、申し訳ないけど、あれだよね、なんか一回権力を剥奪されちゃったもんね、リンさんね。まあ、何決議か読み方わかんないけど、決議が漂っている。すいません、漢字弱くて相変わらず申し訳ないです。政治面よりも、町の復旧を、優先する姿勢は高く評価できるとの声もありますが、土地代に建設費、そして再開発による、利益の行く先は明示されておらず、
果たしてこれは本当に市民のためと言えるのでしょうか。ゴシップっぽいな。次回はこちらの真相を探るべく。はい、デタラメを言うな。もしや関係者の方、なんか変なことを言うと止められるね。相変わらずね、かわいそうやね。あの事件からかなりの月日が経ちました。キボゾス全域の赤色の塔が全域に赤色の塔が出現し、正体不明の敵が、大塔、ごめんなさい、全然読めなくて申し訳ない。このような未曽有の事件があったのにもかかわらず、事件を振り返る市民の皆さんの釈然としない様子がうかがえます。多くの一般市民からは、大事件らしきものが起きたが、シャーレの活躍で全て丸く収まったのだからいいのではという声が聞こえてきてはおりますが、なんで不満そうなんだよ。また、シャーレの宣伝、連邦生徒会とのドッキリ企画などの声もあります。反応もありますね。まあ、あまりにも事件がでかすぎるから、何って思うのか。実際に今回の事件で最も大きな被害があった DU では、負傷者は、少数にとどまり、死者は出ませんでした。奇跡すぎんか、それは。事件のスケールに対して、この被害で済んだのは奇跡と言える。と意見もありますが、ほとんどの市民は、いまいち伝わっていない様子です。なんでだよ、伝われよ。他の自治区からの復旧や支援要請も入っていないことから、おそらく他の地域でも同じような状況と思われます。今回の事件で一番の被害者は連邦生徒会との見方もありますね。なんせ連邦生徒会の建物やサンクトゥムタワーが破壊されたのですから。まあそうだね。キボトスの行政制御権を管理するサンクトゥムタワーの消失、このままキボトスは滅亡するのではと不安を感じた視聴者の方もいることでしょう。うん、そうだね。あのタワーと同じようなものを作ることは可能なのかい。ですが、サンクトゥムタワーは最終管理者であった連邦生徒会長の失踪後、すでに役割を果たしていない状態でした。つまり消失したところで実害はなし。あ、なるほど。使えた人がいないんだ。もともと使ってた人いなかったんだ。そっか。連邦生徒会長が失踪しちゃったから、その時点から誰も使ってなかったのね。だからどっちかっていうと、カイザー PMC は強奪してそれを使おうとしてただけなのか。なるほどね。で、それを使うためには、強奪したってうまく使えないんだけど、クラフトチェンバーを使えばうまく使える、サンクトゥムタワーを使うことができるよっていうことだったんだ。なんか承認するためのカードみたいなのを作れるっていう感じだったのかな。もし、あのシャーレにある、名前が今言ったのに吹っ飛んじゃった、クラフトチェンバーか、クラフトチェンバー使えば承認証みたいな、承認証ってなんか頭悪いね。承認証って頭悪くない、承認証が作れたってことなのかな。連邦生徒会側はこの事件を正体不明の現象による襲撃事件であるとのコメントを残し、事件の詳細は一切明らかにしていません。でもまあ各組織の上層部がこの事件基本的に関与してるから、認識してるからよくねとは正直思う。うん。そしてこの事件と関連があると疑惑の目が向けられているシャーレだ。疑惑の目なの。先生が全裸で野原を駆け回っているとの目撃情報に対しノーコメントを貫いています。なんで？どういうこと？自らヌーディストと称し自然回帰を訴えるのなら、なぜ電子機器を持っていたのか、どういうことという意見や、これは人間と自然の共生を主張する一種のパフォーマンスだという解釈が。何、先生が全裸で歩き回ってるって話になってんの、これ。どういうこと？ノーコメントってことは実際そうしてたってこと？ん？どういうこと？もしかしてさ、予想を 言うんだけどさ、空からさ、先生フィューンって降ってきたじゃん。先生の体は守れたけど、先生の服守れなかったんかな、もしかしたら。全裸で落ちてきたの、あれ。めちゃめちゃ面白いじゃん。笑わせんなって。全裸で落ちてきたのかな。なんかみんなと感動の再会みたいな CG だったけど、あれ全裸だったあの時、もしかして。それだったらさ、全裸でさ、電子機器を持っていたっていうのが、説明つくよね。システムの箱でしょ、この多分電子機器って。だ、それ以外全部弾け飛んだのかな。大気圏みたいな感じで、7万5000メートルから降りてきてるからさ。それだったらめちゃめちゃ面白いな。はい、陰謀論の拡散
いや、これは立派な。また止められるて。また止められるて、シノンさん。適当なこと言うのやめ。適当なこと言うのやめ。はい。すいません。僕クリックしなきゃいけないの分かんなかった。つまりこれは大衆の目を逃れるための、沈黙ではありませんか。シャーレは今すぐ真実を述べるべきで。ヒートアップしてる。ヒートアップしてるって。交代させられちゃった。連邦生徒会はサンクティムタワーの再建設プロジェクトを進めており、近日中に再建されたタワーを公開するとのことです。既存のサンクティムタワーの設計図をもとに行われる、大規模プロジェクトですが、施工難易度に問題があり、民間企業のカイザーインダストリーと提携すると噂されています。マジでカイザーと協力すんの？まあ大手企業だからな。でもプレジデントはまたなんか企むんじゃないのかな。でも今箱舟ってどうなって、あ、壊れたわ。ウトナピスティムの元舟壊れたし、は普通の企業として関係性を持つ分には今のとこ大丈夫なのかな。あれがあったから大きく出てたんだもんね、カイザーも。この噂に対し大手建設企業ばかりが利益を得るのではと声がある中、上がり続ける金利や物価に市民たちの不安はますます。あ、そういう側面もあるんだね。リアルだな、そういうの。地じゃないのよ、地じゃないのよ、かやさん。今回なんか全然活躍できんかったけど、かやさん大丈夫そう？あ、ジェネラルということだ、防衛室長。こんな声で当ててた気がする。私たちがいなければさぞ屈辱的だったことだろう。それはお互い様ではありませんか。私がいなければカイザーは今頃破産申し立ての最中かと。さなかかな。協定は継続でいいのだな。次のボスはこいつらなのかな。次のボスっていうか、今回もいきなりプレナパテスさんが出てきたからな。色彩の情報はもともと上がってたけどね。色彩という情報がもともと上がり続けて、ラスボスがまあ色彩の共同者だったみたいな枠組みだけど、今後展開されていくのはこのカヤさんとジェネラルというか、ジェネラルだけじゃないな、カイザーのお話になっていくのかな。もしその大きいこのゲームを1章2章と捉えるのであれば、ここまでの最終編までのストーリーを第1章、第2章はカヤさんたちみたいな感じになっていくんでしょうか。気になりますね。寝首をかくような人と再び手をね。凡人ならためらう判断でしょうね。ですが何、君自分のこと超人つってんの？ちょっとおもろいからやめて、超人っていうの。ですが凡人ができないことを成し遂げてこそ超人ですので。超人おもろいな。天才とかだったらまあって思うけど、超人って言わね、言わなくね。ほう、ほらジェネラルさんもほうって言っちゃってんじゃん。超人とはそんな凡庸な人間と一線を隠すものだったかな、言い方。隠すものです。引き続きよろしくお願いしますね、ジェネラル。さすがだ、プレジデントが見込んだだけのことはある。真の大人は大義のために昨日の敵とも手を取るもの。私はつまらん感情に振り回され、計画を台無しにするバカじゃない。利害関係が一致してるってことか。まあ確かにな、先生と黒服も協力したもんな。うん、大人ってそういう世界だよね。昨日の敵だったからっつって今日の友とはならないかもしんないけど、利害が一致すれば協力し合うのが大人よな。でこれからもよろしくね、黒服。結構黒服さん好きだけどな、僕。ゲマトリアが出てくるためには黒服っつってたけど、結構黒服さん好きよ。何がしたいのか今いまいちよくわかんないけど、クロークさん結構好きなんだよな。ではこれからも頼むよ、防衛室長。黙ってる。おもろ。そうか、超人か。かやさんおもろやな。あ、ゲーム開発部だ。どうすか、アリス。ただいま。あれ、アリスちゃん何してるの？プラモデル。いえ、プラモデルではなく。お、これ最後出てきたやつだ。ケイちゃん消えた時に。何これ、ロボット。
はい、多分これはケイなんだと思う。なんだと思います？どういうこと？え、これがケイ？あの子は確か消えたって。はい、あの時消えました。そしてあれから一度も会っていません。でもあの時ケイが消えた瞬間、一瞬だけでしたが、こんな形のロボットを見た気がしました。うん、見えた。いたよね。でもあれ、アリスちゃんの中の世界というか、アリスちゃんの内部の世界だから、このロボットなんなんやろって思ったけど、現実にもあったってこと、これ。あ、作ったんだ。これを作ってもらったのかな、アリスちゃんが発注して、あのベリタスとかその他、あの何だっけ、あのエンジニア部とかに。だからそれを忘れないように作っておきたかったのです。そっか、アリスちゃん、ケイって結局私たちを手伝ってくれたよね。もしかしたら仲間になれたかもしれないのに。全然仲間になれるんちゃう？わかんないけど。はい、もしも次に会えたら、その時はアリスが絶対仲間になってと言いたいです。バリバリ伏線だよな、俺。お？あれ、オンライン対戦の申し込みかな、もしかして。ん？なんだろう、どうした？お姉ちゃん、メモリーに見たことないセーブデータがある。お姉ちゃんがうっかり作ったやつじゃなくて？セーブデータをうっかり作るわけないよ。しかも見たことない題名だよ。いや、別にセーブデータなんかいろんなとこにセーブしてなんかできたりしない？僕結構作っちゃうけどな。ケイちゃん、もしかしてあれ、これ大丈夫？セーブデータ、ケイのバックアップデータってこと？ケイだよね。これケイって読むよね。これはケイって読むね。これはキーじゃないね。これは合ってるわ、桃井さん。これはキーじゃない。まさか？あ、早くひまり先輩のところに持って行ってみよう。はい。インストールしなきゃ、あのロボットに。ちょうどいい体があるで、つって。ボコボコ。ゲーム開発部の皆さん、ご無沙汰しております。やっほー。あれどうしているの？ C&C の。リオ会長の。はい、アスマトキです。ピースピース。そうなんだよな。こういうキャラクターなんだよな。ちょっと不思議ちゃん入ってるよね。え、なんかピースしてない？なんかね、メインストーリーだとあんまりそういうふざけてるとこないけど、僕、トキさん持ってるから、ピースピースってするの知ってんだよな。部長がまた変なことを教えたんだね。ああ、それはあれなんだ。ひまりさんの影響なんやな。変なことではありません。キャラクター性を逆手に取り、相手の隙をつく、いわば一種の戦法です。真面目だな、この人は。本人がいいならいいんだけど。リオ会長はまだ失踪していますので。なんで失踪してんだよ。戻ってこいって、もういいって。許されたじゃん。許されたっていうか、言葉いらないって言ってたけど、仲間っつってくれたじゃん。なんでまだ失踪してるの？どういうこと？意味不明なんだけど。リオ会長はまだ失踪していますので、私は絶賛休職中ということです。おもろ。トキ、今、あっちこっちに顔を出してて、次は C&C の部室に行くんだっけ？いや、C&C の先輩方も忙しいのか、あれから会えていません。そうでしたか。つまり今は無職なんですね。よければ私たちとパーティーを組みませんか？それであれなんの？この最終編が公開された後に、そのアリスちゃんたちのイベントっていうのが来るんですよ。バニーガールイベントの2個目っていうのが来るんですけど、メイドになるんだよね。そんなイベントが来るんだけど、それの伏線なのか、それは。パーティーを組んだ結果があれなんだな、多分。アリスちゃん？おもろー。もうこの時点からあのイベントを示唆してるのか、すごいな、ブラアーカイブ。お誘いありがとうございます。ですが今は別の任務がありまして。また今度、機会があればぜひ。ありますよ。うん、あります。はい。僕そのイベントスキップしてるんでまだ見てないんですけど、はい、あります。あら、アリスではありませんか。こんにちは、ひまり先輩。見てほしいものがあってお邪魔しました。これは。ゲーム機。どこまでのバックアップデータなんだろう。ワンチャン変なところだとしたら、でもケイって書いてあるからな。キーじゃなくてケイのセーブデータなんだとしたら、もう仲間になってくれるケイちゃんかもしれん。ふむ、なるほど。どうかな、ケイちゃんと関係ありそうですか？ないわけなくない？逆に聞くけど。
そうですね。私も名もなき神の専門家ではありませんので、確信は持てませんが、そうだ、名もなき神関連の人だよね。そもそも無名の司祭が作ったのがアリスちゃんなんじゃねえのみたいなこと言ってたもんな。このようなデータが自然に作られたのだとすれば、確かにそれは特異現象と呼べるでしょう。ただ、これが経緯だとして、それを証明するのはこの状態では難しいかと。そうなのですね。はい。データ量はせいぜい 2KB。すっくね 2KB? ビット単位まで分析してみたところで、これが何なのか私としても結論を出すことが難しいです。2KB はクソ少ねえ。その方面の専門家である例の小心者が帰ってこない限り、リオさんやんな。そうなのですね。まだ何もわからないのですね。これが経緯だったらいいなとアリスは思います。そしたらアリスそうね、アリスちゃんの代わりに犠牲になってくれたみたいなところがあるからね、ちょっと会いたいよな。インストールしてみちゃえばいいんじゃないの。あら、それはこれはアリスがケイのことを考えて作ったものです。そうですか、よくできていますね。もうインストールしちゃえば。このロボット少々改造してみてもよろしいでしょうか。改造ですか。改造といっても USB メモリの機能を追加するだけですが、これならおそらく、ああ、ここにケイちゃんのデータを。うわあ、天才。アリスがケイのことを考えて作ったロボットにこのデータを入れたら、ケイちゃんが目覚めるかもしれん。ええ、超天才病弱美少女ですから、これが原因で特異現象が起きたりはしないと思いますが、そうですね、誰かの思いをしまっておくことくらいでしょうか。はい、それでも構いません。改造は得意なのでお任せを。なんせ天才ですから。ちなみに時のスーツも私が改造したんですよ。あの女のセンスは微妙ですから。言われとる。あれじゃん、アバンギャルドくんをけなしてるんですか、ひまりさん。僕いいと思うけどね、アバンギャルドくん。どれどれ、買っておいたメモリーと、あとストラップにもできるようにしましょうか。ストラップにできるようにするの。まあ、持ち運びやすくはなるか。あ、ヒーローみたい。確か、アリスちゃんというか、キーちゃんもヒーローあったような気がするな、そういえば。はい、できました。ありがとうございます、ひまり先輩。よかったね、アリス。うん、アリスちゃん、よかったね。なくさないようにつけておこう。はい。どこにつけんの。あ、 To be continue になった。エピローグカッコに勝手に動き出すってことはないのか。現時点では今後のストーリーで動き出すかもしれんということですね。11話まである。まだ全然あるよ。ん、なにこれ、はてな、なんかもらえるの。いいって、秘伝のノートとか別にいいよ。演出上ちょっと反応に困るから。いいよ、石とか秘伝のノートとかくれなくて。皆さんファイトです。全然わかんない。おもろいな、君たちは。皆さん今回の活躍もありましたし、試験勉強はできませんでしたからね。確かに。ああ、知っている問題が一つもない。だがたとえ虚しいことであっても。もうおもろい、この4人はおもろい、ずっと。いや、抵抗したって意味ないから、これ記述式だからね。うん。そうですね、補習授業部はまだまだ続きそうですね。あう、ひふみさんはいけるだろう。君はすっぽかすのやめ、いい加減。イベントを優先するのやめ。あ、アリウスに帰ってきたの、さっちゃん。さっちゃんって呼んじゃった。うん、それじゃあ気をつけていってらっしゃい、さっちゃん。だが。あ、なに、あ、これ別れってこと。最近まで一緒にいたけど、やっぱまた別行動だよって感じ。帰ってくんなって言われてそうで面白いな。そりゃそうでしょ、自分探しにリタイアなんてありえないから。へへ、そうですね、途中で諦めるものじゃないですし。今見つけたなら帰っていいんじゃないの、沙織さん。見つけた、大丈夫。さっちゃんにはまだやりたいことも見たいものもたくさんあるでしょ。あるのか。私たちはもうあの時みたいな子供じゃないから大丈夫だよ。守られなくてもそれぞれの道に行くよってことだね。わかった。
雇い主か。ああ、私だ。おい、ヘルメットだ。早く集合しろ。あいつらを懲らしめに行くぞ。今回欠勤した分、きっちり56時間無休で働いてもらうかな。な。便利屋の奴らが、今ここ、ぐはぁ。なんだあれは。早くこっちに来い。あいつらを追い出せば、最低時給くらいは考慮してやる。便利屋さん何してんの？今後も仕事が欲しけりゃ急ぐんだな。ぐはぁ。了解、今向かう。みんな、それじゃ。なんだか忙しそうだね。よかった。たまには連絡してくださいね、リーダー。行ってらっしゃい、さっちゃん。うん。そうだな。離れていてもな、繋がってるからな。面白いな、アリウス。体には気をつけてね、リーダー。柴崎ラーメンだ。アビドスだ。うへー、セリカちゃん、おかわりお願い。え、また？まあいいじゃん、お金払えば。それに頑張ったシロコちゃんには、たくさん栄養をとってもらわないと。もうお腹いっぱい、嫌がってますけど、シロコちゃん。いいや、シロコちゃんはもっと食べれるでしょ。大変な思いをしたばっかりなんだから、食べれる時にたくさん食べないと。それは何？実家のおじいちゃん、おばあちゃんが無理やり食べさせてくる煮物とかそういう路線な感じ？今。星野さんの中のおじさん、おばさんが出てきてる感じ？これ。あはは。何でもいいけど、ラーメン代はちゃんと払えるのよね。あ、野々見先輩のカードはなしだからね。なんか野々見先輩は金持ち的な感じの設定がありそうな感じ。全然そこら辺の話公開されてないけど。セリカちゃんの時給から天引きとかどう？何言ってるの？バカ言わないでよ。マスター、もう一杯よろしく。ああ、今回は店からのおごりだ。みんなお疲れさん。それじゃ、お嬢ちゃんたちにジャンボラーメンもう一丁。大将、それじゃ赤字になっちゃうでしょ。いやー、さすが大将、太っ腹だね。わー、いただきます。もちろんお代は出させてもらえますね。まあまあ気にすんな。こんな時ぐらいちゃんと食べておかないとな。確かに世界救ったからな。それではありがたくいただきます。シロコちゃんは満腹できつい。セリカちゃんもこっちに座って一緒に食べようよ。セリカちゃんがいないなんておじさん寂しくなっちゃうな。ここのセリフめちゃめちゃキャバクラに来たおじさんっぽい。変なこと言わないでよ。私今バイト中なんだけど。大丈夫だよ、セリカさん。今回じゃない。今日はどの道暇だからさ。そう、じゃあたまには。はい、セリカちゃん、こっちにどうぞ。私の横も空いてる。これ先生に昔ボリューム1で言ったやつだ。セリカちゃん、どっちに座る？白子ちゃんの隣？それとも野々美ちゃんの隣？これ、実は超重要かもよ。慎重にね。重要な選択肢かもしんない。おじさんの膝の上は予想外だったな。邪魔してんのかな。うさはね、今回は星野先輩もちゃんと反省しなさいよ。ひどいな。おじさんの腰のことも考えてくれないと。じゃあ私も星野先輩の隣に。わあ、じゃあ私は星野先輩の前にくっついちゃいます。私は後ろ。前後左右だ。誰か助けて。おじさん、女子高生に囲まれちゃった。このままじゃおじさん、うへえ。嬉しいんかな、よくわかんないけど嬉しいんかな。よし、到着しましたね、プラナちゃん。ここがこれからプラナちゃんが過ごすお家です。はい。システムの箱や。この世界線のシステムの箱の中にインストールされました、おそらく。ではよろしくお願いします、アローナ先輩。違います、プラナちゃん。ここはあのセリフですよ。あのセリフ？なんだ？はい、あのセリフの出番です。プラナちゃんもよく知ってるはずですよ。やらなければなりませんか？なんだ？何のセリフや？顔怖っ。顔怖っ、アローナちゃん。わかりました。何？あ、ただいまってことね。確かにボリューム1でもお帰りなさいって言おうって、そしてただいまって言わせようってあったね。お帰りなさい、プラナちゃん。ただいま、アロナ先輩。恥ずかしそう。かわいいな。うわ、めっちゃいい CG。
これ、あ、メニューどかせなかった。お疲れ様でした、リン先輩。お疲れ様でした、調停室長。はい、その、メガネ復活しとる。大丈夫ですよ、アユム。私の再森林投票が終わるまで静かに過ごすのが得策かと、アユムにまた迷惑をかけるわけにはいきませんから。まただなんてそんな。そうだよ、リン先輩。私たち宇宙まで行ってきた仲じゃん。モモか。まあ今回もバックレよっかなって思ったけど、ここまで来たからにはリン先輩の面倒を見ないとなって。はい、私もです。リン先輩もね、一人じゃないからね。アユム、モモか。そういえばあなたたちに伝えていないことがありました。伝えていないこと？なんだ？いいセリフやんけ。言えてよかったな。私と一緒にいてくれてありがとう。出れた。うわぁ、凛先輩が頭を下げる日が来るなんて。これは何かが起きる予兆だよ。きっと明日は槍が降るんだ。もう、おかちゃん、素直に受け取っとけって。そして、これからもお世話になります。何卒よろしくお願いしますね。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。はいはい、まあ仕方ないよね。よろしく。ここの3人がメインメンバーな感じするからな。あ、そういえば先輩宛に手紙が届いていました。なんだ、手紙？誰から？手紙ですか？はい、机の上に置いておいたのですが、差出人は書かれていませんでした。念のため軽くチェックしましたが、普通の手紙のようです。あ、内容は見ていません。誰だ、連邦生徒会長から？もしかして失踪している？わかりました、確認します。なんだろう。あ、ニアさん、今回あれだよね、なんだっけ、紛争調停委員会だっけ。まあ全然関係なかったんだけど、あれクズノハさんだっけ、確かクズノハさんの話は、まあ、結果的に反転させられたというか、まあ、反転はさせられてるんだけど、別世界線だったから元に戻す必要がなくなっちゃったから、あの話はなんか聞きに行かせただけ、ちょっと申し訳ないことになっちゃったけど、あ、そこら辺の話かな。にゃは先生、お久しぶりです。にゃ、いやー、涙なしにやめられない大活躍っぷりでした。本当もう胸がいっぱいで。ありがとう、ニア。ニアもお疲れ様。ニアさんも協力してくれたからね。それでなんですか、先生。その、私にとってかなり面白、いえ、重要なお話なのですが。どうしたんだろう。不穏だな、これも。なんでそれ聞いてくんの？裸で野原を駆け回ったというのは事実なのですか？違う、本当に誤解だから。あ、じゃあ服が破けたとかじゃないのかな、あれ。絶対これあれだ、降りてきた時に服破けちゃったんだ。あれおかしいですね。正確には裸で埃まみれ、片手にはタブレット、そしてとびっきりの笑顔を浮かべて先生の元に駆け寄ったという目撃情報が。生きてたよ、よかったよ、みたいな感じだったんだろうな。ほほん、まあ先生の立場もありますし、これ以上は追求しないでおきますね。それを聞くために連絡したの。絶対なんかあるだろ、別件が。ええ、実は忍術研究部から連絡がありまして。ああ、ちなみにあの子たちは無事に帰還しております。あ、そっか、そうだそうだ、なんか手紙もらって戻す方法はないよみたいなことを言ってた、内容をもらってたけど、それ先生にまだ伝わってないもんね。結果的に戻す必要がなかったから、まあ丸く収まったけど、まず百花繚乱の、副委員長と会えたことは確認できました。ですがクズノハの実在までは確認できませんでしたが、自称クズノハからの手紙は預かっております。それもシャーレの先生宛てのもの。まあそれが真実かさておき、内容は分かりませんが、取り急ぎデータを送りますね。ありがとう、ニャニャハハ、力になれたならいいのですが、今度百鬼夜行自治区にも一度いらしてください。近々面白い祭りが開かれますので。これは何だろう、百花繚乱のイベントは最終章以降って何か来てたかな。まだ来てない気がする。最終編以降に出てきたのがゲーム開発部のイベント、トキさんとのイベントと、船外橋のイベントは来ました。それは僕は認識してるし、その後あの SRT のイベントがつい最近来ましたねっていうタイミングで僕プレイしてるんですよ。ちなみに今のプレイしてるタイミングって、あの総力戦グレゴリオっていう、グレゴリオだっけ確か名前、
が新規実装されて、今までね出てこなかったというか、初めて今回グレゴリオっていう総力戦キャラ、あのボスキャラが追加された時間軸あたりです。僕がこのブラカ実況今収録してるのは。なんだろう、面白い祭り、イベントのことを示唆してんのかな、それかメインストーリーに関わることなのかな。ニアからもらった手紙を読み上げる。なんだろう、確か反転した人を元に戻すことはできないっていう内容だった気がする。ふむ、ムービン先生が藁を探していると小耳に挟んでな。いや、探す予定と言うべきか。とにもかくにも結論を先に伝えるべきじゃな。色彩によって反転したものを元に戻す方法など存在せぬ。それは死者が生き返らないのと同様に、この世界の絶対的なルールである。だが、それでも助けたい者がいるとするのなら、モーストならか。お？わらわを尋ねてくれあれ。クズノハさんと接触するストーリーが今後展開されるかもしれないね。楽しみやな。こちらですか。こちら。あ、そうか、手紙の話か。差出人は書かれていない。内容？誰の手紙なんだ。連邦生徒会長っぽいけどな、これ。あ、連邦生徒会長だ。リンちゃんって呼んでる。リンちゃんへ。これは、この筆跡。連邦生徒会長。あ、連邦生徒会長だ。え、終わるん？お？お？プラナがシッテムの箱に合流しました。ブレナパテスの大人のカードを獲得しました。どういうこと？タッチするとタイトル画面に移動します。はい。ん？大人のカードを獲得しました。ん？え？これあれだ。タイトル画面っぽいぞ。ゲームデータイニシャライズしてますわ。ガチのタイトル画面じゃん。あ、ブルーアーカイブ。これ仕様変わるんだ。すげえ。これここクリアした人用のやつになるってこと？ここ今までのはね、あの多分ゲーム実況で収録してないんだよね、ここのシーンって。だから、あ、右上にいろいろ ID とか出ちゃうからちょっと隠すけど、あの、うん、出してないと思うんだけど、ここの演出が変わったってことか。あ、というかあれじゃん、ブルーアーカイブのこれよくよく見たら連邦生徒会長のヘイローじゃん、形。あ、これ連邦生徒会長のヘイローなんだ、これ形が。多分そうだよね。今さっき映って、あ、こんなヘイローしてるんやって今見たんだよ、あのって思ってたの、さっき立ち入れてたから。はい。で、ん？プラナが合流しましたっつったよね。ここに出てきたりする？プラナちゃんもしかして。よいしょ。あ、出ねえか。そんなわけねえか。戻って、待って、アイテムみたいな手に入ったってこと？大人、なんかプレナパテスのカードがみたいなこと言ってなかった？これか？違うな、違うぞ。ハイクラスビュッフェ招待券とか出てきてる。ん？どれだ？なんかフィルターすれば 大事なものみたいな感じできる。コイン素材使用タイプ。え、どれに当たるんだか分かん。あ、これだ。使えるの？え、怖っ。使いたくな。プレナパテスさんが持ってたボロボロ楽天カードじゃん。楽天カードか知らんけど。プレナパテスが持っていた大人のカード。外形が分からないほど焦げていて、すぐにでも粉々になりそうな状態のため。扱い、取り扱いか、扱いだ、扱いには注意が必要だ。このカードを使用すると、聖書石、このゲームにおけるガチャ石ですね、これですね、を手に入れることができますが、カードが破壊されます。使うわけないだろ、ボケが。誰が使うねん、こんな大事なカード使わねえって。ここおお、びっくりした。え、待機中、解決しなければならない作業が多数存在しています。ああ、ここに来ることができたんだね、プラナちゃんは。ああ、泣きそうになっちゃった今。おい、そんなわけねえかと思ったんだよな。でも合流しましたってから、ここにいるんかなと思ったら、2回見に行ったらさ、なかったからさ、ないんかと思ったら出てくるやん。
この演出いいね。でもまだ和なかった？あった気がしたんだけど。後日談括弧1。ですね、おそらく今収録してるのが1時間10分ぐらいなんですよ。で、結構長くなってるとは思うんですけど、このまま収録しきろうと思います。よろしくお願いします。はい。というわけで、後日談括弧1、括弧2、何番まであるんだろう、何話まであるかだな。じゃあ見終わったら、ブラカー実況を終焉とさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。おはようございます、先生。おはよう、プラナー。ここはもうここは慣れた？知ってみる箱の中入ったってことだね。はい。アロナ先輩がとてもよくしてくださっていて。いつもこれ言ってんな。その、アロナちゃんって、アロナちゃんのその、なんだろう、ブルーアーカイブの公式チャンネルでアロナちゃんの動画っていうのが定期的に上がってくるんだけど、だいたい寝ぼけてね、なんか、いちごミルク、どのコーナーって言うんだよね。これ確かプロローグで、アロナちゃん起動した直後も確かいちごミルクどのコーナーつってたよね。好きなんだろうね、いちごミルクが。まだ眠っていますが。そうだね。起きてください、アロナ先輩。先生がいらっしゃいました。むにゃうひー。起きないと頬をつつきますよ。馴染んでるじゃん。むくり。にゃもうありゃありゃりゃ あれれあれれ。おはよう、アロナ。うわー、もう朝ですか。朝ではなく昼です。早寝早起きは健康の基本ですよ。あう、プラナちゃんのお手本となる予定だったのに。まずは早起きから始めましょう。お手本となるのはそれからです。どうしてこんなことに。おもろ、この関係性。大変だと思うけど、大変だろうけど頑張ってね、プラナ。やばいな。システムのスーパー OS2 大体制になっちゃったな。激アツいやん。大丈夫です。アロナ先輩のお世話にも慣れてきました。お世話される側になっちゃった、アロナさんが。これはアロナが悪い空気ですか？ちょっと寝坊しただけなのに。でも、プラナちゃんと二人になったことで、システムの箱はパワーアップしたんですよ。皇帝、私も先生の力になります。うん、二人ともこれからもよろしくね。はい、よろしくお願いします。ムービン先生。はい、先生。いいなぁ。で、そのまますって終わんのかな。終わんなかったわ、全然。むにゃ、アロナ先輩がよく眠るようになったの。あ、負荷がかかってる。あー、そっか。そりゃそうだよな。一つのハードウェアに二つシステムが乗ってるってことでしょ。そうするとシステムの箱側の負荷が大きくなるような。私がここにいるからです。システムの箱への負担が大きくなってしまったから。そして、理解しました。ここでも、連邦生徒会長は行方不明なのですね。ここでも？おー、それに関しては、あれか、確かに、あくまで、ね、プラナちゃんとか、プレナパテスさんがいた世界が、平行世界というか、別の選択をした世界なら、連邦生徒会長がいる世界な可能性もあるってことだよね。こっちでもいないんだ。こっちでもってか、プラナさんのところでもいなかったんだ。この CG はよく見たよね。この世界にもいないのですね、連邦生徒会長。別世界、平行世界として別世界に移動してんのかな。その方がいいのか、どうなんだろう。いや、わかんねえな。なんでいないんだろう。 To be continued、 続いたや。後日談括弧2だ。これ見たら完全に4章が終わるんかな。はい。あ、括弧2で終わりだ。見ていきましょう、皆さん。これが最後の輪になるかもしれません。ブルアーカイブ実況の。どうでしょうか。怖いって、フランシスさん。顔怖いんよ、君は。どうしたの？そうか。これで物語は幕切れと。自ら主人公ではないと告げ、私の予想を裏切り、ジャンルまでも戻した。まあ、最終的にはバリバリ主人公だったよね、先生。そういうこった。
ああ、最後に見せかけて物語を、観客を、私の目を欺いたのだな。だが、そんな俯瞰的な介入がいつまでも続くと思うなよ先生。君はどうしたんや？物語は続くべきである。そういうことや。これは新しい局面を迎えるためのマクマ、幕を引かれた物語は新たな舞台へと続いていく。ああ、そのためにゲマトリアに変化をもたらさなくては。我々から追放され埋もれてしまった封印されし旧友、あの者を尋ねるとしよう。ベアトリーチェ、おい、ゲマトリアの中で分裂してるぞ黒服。見ているがいい黒服、お前が成し遂げられなかったことをこの私が全うしてみせようぞ。もうゲマトリア複雑ね。仲良くしてゲマトリアは、少なくてもゲマトリアないでは、仲良くしてくれ君たちの中では。せめて同じ組織なんだから。絶対ベアトリーチ復活するて、きっと。追放されてしまったよね確かね、あのおばさんね。まあ今後出てくるんでしょうきっと。まあ一番あいつがやばかったからな、一番あいつが先生って期待してて一番やばかったからな。今後が楽しみでございます。むにゃ、寝てますねアロナさんが。演算完了、過程を確認。 QED 証明完了。ゆうかさん多分関係ないです、ごめんなさい、ボケました。はい、そういうことだったのですね。そういうこと。システムの箱の OS、 アロナである私とアロナ先輩、なぜか二人が、なぜ二人が似て非なる存在であるのか確認しました。あー、そっか、確かに違いすぎるな。性格が全然まず違うもんな、よくよく考えたら。シロコちゃんはさ、別世界だったけど、ほぼほぼ人間性一緒だったよね。なんかちょっと闇落ちしちゃってた節はあるけど、まあ似てたよね。最後、会話してる感じからしても、もう一人の自分だなと思ったけど、確かに、この世界のアロナちゃんと、プレナパテスさんがいた時のところのアロナちゃん、つまりプラナちゃんは結構違うよな。確かに似て非なる存在よ。え？これ連邦生徒会長ってこと？確かに見た目似てるけど、こんなことできるの？え、違うかな？ここにいたのですね。だからこそ誰にも見つけられなかった。そうでしょ。連邦生徒会長。あ、アロナちゃんが連邦生徒会長なんや。あ、To be continued。なるほどね。まあソーシャルゲームなんで、今後も続いていきますよ。このゲームというか物語は。はい。ですから帰りましょう先生。帰りましょう先生。私たちのすべての愛がある場所へ。予告？なんだ？カルバラフの傷で、キツネって毎回言っちゃう。ウサギだ。これあれだ。4.5 章 AV ん AV PV だ。なんだ AV って。百花繚乱だ。え、ほ星野さんやん。え、それあ、でもおい、ペペース。全然いいコメントできなかった。全然いいコメントできなかった。 PV だって言いたかったのに AV だとか言ったぞこいつ。あれ、そうですね、おそらく曲は知ってるんですよ。僕見ないようにしてたんですけど、YouTube のね、広告とかでも、PV 流れてくるんです。なので、それが来た時にすぐブラウザバックしたり、ちょっとしてたんですけど、カルバノグのウサギ、今もう実装されてるんですけど、ボリューム4の2章ですね。とか、百花繚乱のストーリーが来るよ、みたいなのは、知ってたんですよ。で、それが、まあ、先ほどの PV では出てくるよっていう情報はしてて、ただ映像は見ないようにしてたんですけど、来ましたね。しかも、なんか、星野さんおったよね。で、なんかカプセルに閉じ込められてたのあれじゃない？白子ちゃんじゃない？もう一つの世界の。で、なんか、ね、
誰みたいなやつがなんかいたよね最後。連邦生徒会長っぽかったけど、服的にはあれだよね、連邦生徒会の服っぽかったよね。さて、このゲームが今後どうなっていくのか気になるところではありますけれども、私ムービンのブラカビ実況はここで終了とさせていただこうと思います。はい、大変申し訳ございません。今後もね、このゲームとしてはどん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 進んでいきますので、更新されていきますので、今後も実況してほしいというね声もいただくかもしれませんけれども、私ムービンですね、動画活動を休止すると、まあ、子供が生まれるということで動画活動を休止しますよっていう風にね、ツイッターの方でも宣言させていただいております。最後にね、まあ、いろいろ語っていきたいところではあるんですけれども、このブラアーカイブというゲーム、とにかく最高でした、ね、ソーシャルゲームなんでね、終わりがないというところはあって、まあみんなからしたらね不完全燃焼感あるとは思うんですよ。最終編以降も続くでみたいな PV が今流れて、まあ、なんか全然いいコメントできなくて、な AV とか言ってたけど、まあそこは僕の実況力不足や、ごめんなさい。でもマジで楽しかった、このゲームマジで楽しかった。ほんとソーシャルゲーム今までいろいろプレイしてきたんですけど、まあ有名どころの名前は今挙げないでおくけど、過去一面白いかな正直。今後もプレイさせていただきます。左上に溜まっている桃トークも実況ではないんですけれどもプレイさせていただきます。休止から復帰することは多分なかなかね、長期の休止をしますよって、子供が生まれるんでね、子供が一人前になるか手がかからなくなるかぐらいまで休止しますので、まあ、その間ねこのブラカをやらないというか全ストーリー見ないっていうのはさすがに僕もきついのでプレイしちゃいます。なのできっと僕がブルーアーカイブのゲーム実況をすることは今後ないと思います。ただ今後プレイしてこのゲーム楽しんでいきたいと思いますので、皆様もぜひこのゲームプレイしていただければと思います。ツイッターの方でね、このイベント良かったとかブーブー言ってると思うんで、ブーブー言ってるはおかしいか、ワキワキなんつうんだろう。コメントがまとまってないけどいいんか、これ最終回だぞ大丈夫かって思うところなんですけども、はい、長いシリーズでございましたが、皆さん楽しんでいただけたら、少しでもおもろいと思ってくれたのであればよかったです。はい、とても長いシリーズ1パート、各パートがクソ長い実況です。1時間以上ありました。今回も1時間23分ぐらい収録しております。その中ね付き合っていただきありがとうございました。今回でブラアーカイブ実況完結ということでございます。別のねゲーム実況等も今上がっているか正直分かりません。動画活動休止しますみたいなことをさっきから言ってて、ネガティブ的な話題で申し訳ないんですけれども、2023年の9月30日まで収録したゲーム実況に関しては、編集して最後までアップロードし続けるということで、この動画が最後のゲーム実況になっているのか他のゲーム実況が投稿されているかは分かりません。ですけれども、ムービンという存在は残ってね、漫画描いたり僕別の活動いろいろしてるんですよ、実は動画だけじゃなくて。そういったところでね、また他のゲーム実況とかそういった絵の活動とか漫画とかいろんなところでお会いできればと思います。はい、今後もムービンをよろしくお願いします。ブラアーカイブ実況今回で完結でございます。名残惜しいですけれども、お別れの挨拶をさせていただこうと思います。ご視聴ありがとうございました。ムービンでした。バイバイ。